鍋にさ、みんな何入れるよ。何入れる？何入れるの好き？何入れる？なんかそれもさ、多分人間さんたちによって違うじゃん。なんかで、これもね、多分話してみると面白いと思うんだよね。白菜、そら入れるでしょ。白菜はみんな共通で入れるでしょ。そらそうよ。そらそうじゃん。うん。肉団子ね。いや、なんかそれは、いや、わかった。うん。気温の聞き方が悪かったけどさ。じゃあこれあんまりみんな入れないかもな、みたいなのだけど、これ入れるの好きなんだよね、みたいなのある？ソーセージ意外と美味しい。ソーセージで入れます。キムチ鍋入れます、ソーセージ。美味しいよね。いや、ソーセージみんな入れるの好きなんよね。好きなんよね。あ、タラの切り身。あ、いいね。鍋によってはめっちゃ合うよね。マヨネーズ？え、どういうこと？あれ、溶けちゃうけど入れんのそれ。餃子も必ず、あ、いいね。キムチ鍋に餃子ってめっちゃ美味しくない？ごめん、キムチ鍋がなんか軸になっちゃっとるけど。牡蠣しか買わない。いや、牡蠣ね。そう、さっきも言ったけどね。いや、そう、なんでキムチ鍋に、そう、キムチ鍋っていうか鍋に牡蠣入れないかっていうと、牡蠣ね、入れるならね、ちゃんとした牡蠣を入れたくて、牡蠣食べ、なんか牡蠣ってさ、あんまりよく買って食べるってことないのね。魚屋さんとか、とかで買うことなくて。牡蠣ってさ、なんか鮮度によって美味しい、美味しくないがすごい分かれる。そう、パッと買ってパッて食べるとか、牡蠣はあんまりせんかもしれない。うん。なんかウニとかもそうかな。ウニ嫌いだけどさ。ちゃんとなんか、なんか新鮮なのがいいかな。嫌いなんですけど。